差別や人権抑圧に反対する集会が開かれました。この集会は世界人権宣言大阪連絡会議が主催したもので、午後1時半からおよそ1000人が参加して行われました。現在世界では130カ国が国連の人種差別撤廃条約を批准していますが、日本は思想・信条の自由を侵す恐れがあるとしてまだ批准していません。集会では国内法を整備して速やかにこの条約を批准し、いかなる差別も許さないという姿勢を国内外に示してほしいと訴えがなされました。また反アパルト映画としてカンヌ映画祭の部門賞を受賞したマパンツラの上映も行われました。一方、神戸では市民グループが軍事政権の続く旧ビルマ・ミャンマーのコーマウン政権に抗議する集会を開き、デモ行進を行いました。集会を開いたのは世界中の人権抑圧に抗議するアムネスティ・インターナショナルなどメンバー15人で、午前8時半から神戸市役所前でミャンマーの軍事政権に抗議するビラを配りました。主催者によりますと、ミャンマーでは半年前の国民投票で多数の国民が支持した民主勢力の代表アウン・サン・スー・チー女子らを軟禁状態に置くなど、ソーマウン軍事政権の独裁が続いているとのことです。市民グループは集会の後デモ行進を行い、人権を抑圧する軍事政権への反対と民主主義を訴えました。次は地上げ問題です。